それにしても、畠山葵はまだ10歳ですよ。ライフルみたいな巨大な銃を扱うなんて、非常識です。免許が発行されないだけよ。操作自体は子供でもできるわ。ですが、これは推測でしかないけど、もし正雄が面白がって一緒にいた娘にその打ち方を教えていたとしたらどう？そしてこの写真、いくら散弾銃とはいえど発射時の反動は子供の体では酷だから、部屋の壁に背中を押し付けて、こう打つ。では畠山葵が頭部を殴打されて気を失ったというのは彼女の嘘でしょうね。最後の正雄への射撃の際、健太郎やよし子の時と違って葵はその反動を抑えきれなかった。銃口を上に向けて発射したからでしょうね。だから吹き飛ばされて頭を打ちつけて失神した。それについては現場の証拠だけでは判断できないと鑑識は言っておりました。ですが自分も可能性は高いと思います。ただそれにしても、俺は自分には分かりません。自分の親を、弟を殺す理由が一体どこにあったというんですか。まして畠山葵は10歳ですよ。10歳の女の子がそんな残虐なことを、なんで、一体。ただ、わからないのは殺人という積極的行動に出たことね。通常はあの年頃の子なら内面的なストレスを抱えたまま部屋に閉じこもるとか、他者との交流を断つとかいった消極的な犯行で収まるはずなのに。行動が年相応じゃないということですか。ええ、嘘の証言をしているのも気になるわね。しかもその内容ができすぎている。一体何があの子の発想をそこまで飛躍させて成熟させたのか。美奈さん、畠山葵の監視を強化して。逮捕状を取るつもりは当然ないけど、
最悪の可能性が考えられなくもない。病院側にもその連絡を。わかりました。それでは。あ、藤田君。ごめんね、藤田君には嫌な思いをさせちゃって。今度何かおごるから。いいですよ。俺は美奈さんの一のアシー君ですから。美奈さんこそ一人で抱え込まないでくださいよ。ええ、ありがとう。抱え込まないでか。打ち明けても気がめいるだけの話はどう処理すればいいのかな。なら彼女に本来ありえない行動を起こさせたものは一体何だったんだろう。でも畠山葵がその思考を用いていたとしたら、はあ、いたいた。お姉ちゃん。え？なんだ、まどかか。何か用？ずいぶん早い時間みたいだけど、あなたは夜勤だった？ううん、通常の日勤だよ。お姉ちゃんがもう出勤したって聞いたから、ちょっと早めに、ね。うん、そう。で、どうなの？今日は来てくれるの？え？今日？一体何のこと？忘れてやがりましたよ、この人は。今日は大事な日だから覚えていてってあんなにお願いしたでしょうが。ああ、どう？思い出した？思い出すも何も勝手に言ってくればいいじゃない。別に止めないわよ。
ああ、つまりこの意味でのご祝儀か。ま、あんたってお年寄りにはなぜか好かれるみたいだからね。普通に話していればうまくいくわよ。気楽に行けばきっと大丈夫だって。そうじゃなくって、お姉ちゃんも来てくれるんでしょ、一緒に。え、嘘、私も出るの。当たり前でしょ、だからわざわざ確かめたのに。しまった、そういう意味だったのか。違うの？ねえ、お姉ちゃんってば。私は関係ないでしょ。あんた一人で行ってくればいいじゃない。何言ってるのよ、関係めちゃありでしょうが。向こうは親御さんが来てるんだよ。だったら私の身内のお姉ちゃんが同席してくれなきゃ失礼でしょ。っていうか、その会合にあのバカ所長も出るの？当然でしょ。なら行かない。お姉ちゃん！へい、私は忙しいの。向こうにもそう伝えて。じゃあ。ねえ、お姉ちゃん、出てよ、今日だけは。お姉ちゃんは私のたった一人の家族なんだよ。そりゃ喧嘩したり家出したりしてしばらくお姉ちゃんと離れて暮らしてたけど、私ちゃんとカオルさんのご両親に紹介したいの。私はお姉ちゃんがいたから今日まで生きてこられたんだって。まどか、私はお姉ちゃんにちゃんと認めてもらいたいの。それにこの結婚、私だって真剣なんだよ。昔みたいにいい加減で適当に思いついたんじゃない。だからお願い、結婚のことはまだ認めてもらえなくても私お姉ちゃんが信じてくれるようになるまで頑張るから。でも今日だけ、今日だけでいい、協力してよ。わかった。行く。それから、結婚、認めてあげる。え？まあそうなると私も、アンニャローの親御さんがどんな人か、見ておかないといけないしね。あんたが嫁姑関係でちゃんとやっていけるか、じっくり観察してやろうじゃないの。え？
お姉ちゃん、今、なんて。認めるって言ったのよ。一人だけ反対しててもなんだかお邪魔虫みたいだしね。あんたがうまくやれるかまだ半信半疑だけど、頑張りなさい。ただし絶対条件が一つ。アンニャローが私のことを姉さんって呼ばないこと、これだけは絶対譲らないからね。わかった？本当に？取り消し不可だよ。言ったら許さないよ。後で四月バカとかごまかしたりしないよね。言わないわよ。こんなクソ暑い四月があってたまるかっての。ありがとう、お姉ちゃん。お姉ちゃん。もういっか。この辺が引き際だろう。それじゃお姉ちゃん、今日はよろしくね。はいはい。そういや、親御さんとはどこで会う予定なの？駆け打ち駅前の中央広場だよ。5時にそこで待ち合わせて、そのまま料亭に直行するの。5時か。ちょっと時間あるわね。ならその前に歯医者行ってきてもいい？またちょっと痛くなってきたから。いいけど。で、まだ治ってなかったの？悪かったわね。ここんとこ忙しかったもんだから、つい。おかしいな。しばらく痛みが静まってたから治ったと思ってたんだけど。虫歯は自然治癒しないよ。知ってるわよ、冗談だって。あ、しまった、保険証家に置きっぱなしだった。どこにしまったっけな。あ、それじゃあ私の貸してあげるよ。はい、これ。何言ってるの？これあんたの保険証でしょ？私は登録されていないんだし、使うのはルール違反よ。もう、また固いこと言うな。別に他人じゃないんだし、悪用されるなんて誰も思わないってば。そういう問題じゃない。私たちは公務員なんだから、その辺はきちんと、わきまえて。どうしたの？お姉ちゃん。
松岡くん？だべってる暇はないの。ちょっとだけいい？例の事件。そう、その事件。そこで、あのカルテを回収した病院はどこかわかる？お姉ちゃん？ごめん、まどか。ちょっと黙って。あ、それと例の薬の分析どんな感じ？そう、分かった。終わったら報告よろしく。それじゃ。ごめん、休養ができた。ちょっと出てくるね。休養って今日の約束は？大丈夫よ、場所はさっきメモった。ちょっと遅れるかもしれないけど必ず行くから。じゃあね。こちらが君吉夏美さんと畠山葵さんのカルテです。ご協力感謝します。普通ですね。普通ですね。病状はどんな感じだったかわかりますか？さあ、私はお二人の時に立ち会っておりませんので、カルテに書かれた以上のことは。ただ医師の判断内容と処方した薬の名前を見る限り、通常の患者さんとは特に変わりがなかったものと思います。そうですか。あ、ちなみに市長さんにお伺いします。こちらの薬について何か見覚えはありませんか？薬？こんな色のカプセルは見覚えがないですね。1階の薬局で問い合わせていただけますでしょうか？最後にお聞きします。こちらの病院で薬名とメーカー名が無記載、あるいは不明の薬剤を使用したことはありますか？ありません。私の知る限りで申し訳ありませんが。どうもお騒がせしました。大石さん、とりあえず薬局へ行きましょうか。結局成果なしでしたね。いやいや、残念です。
なんとなくここには怪しいものを感じていたんですが。それにしても、ならば君吉家と畠山家はこの薬をどこで手に入れたのでしょう。町の小さな医院か診療所か、いずれにせよ全部を調べるのはちょっと骨が折れますね。まったくです。仕方がありません。垣内署へ戻りましょうか、大石さん。そうですね。はあ、残念です。せっかく友恵ちゃんに吉報をお知らせして、明日の夕食は何かご馳走してもらおうと考えていたんですがね。そんなことを考えていたんですか。まったく抜け目がないですね。またまたそんなこと言っちゃって。赤坂さんもちょっとは興味あるくせに。な、そんなことはありませんよ。私は別に。まあまあ、そうムキにならなくても。でもまあ、まどかちゃんもそろそろゴール間近ですし、彼女にもいい人が見つかればいいなと思いましてね。ずいぶん気にかけてるんですね、見ない警部のこと。え？もちろん。ああいう努力の子はそれ相応の見返りがないと不公平というものですからね。でなきゃ私は神様に文句をつけたくなりますから。なそうですね。真面目な女の子です。だからこそいろんなものを溜め込んで無理をして、最後は自分を壊してしまう危うさを感じます。注意してあげてください。どうしました、赤坂さん。いえ、大石さんの言う通り、努力が報われないような世の中にはしたくないものです。まったくですな。お疲れ様です、まどかです。カオルさんは自宅を出ましたか。
もう2時間前に？おかしいな。まだ到着していないみたいです。はい。はい。わかりました。もう少し待ってみますね。それじゃ。参ったなぁ。でもまあ、楽しんでくれてるみたいだし、いいか。きっと先にカオルさんが言ってくれてたんだな。それにしてもようやく少しは取り戻してこれたかな。私のやってたことは、ものすごく最悪の選択だったかもしれない。でも、それでいい。これで全て、うまくいったんだから。あ、カオルさん。遅かったですね。もうお食事始めちゃってますよ。おう。カオルさん？うん。マドカ君。すぐに出る準備を。出るわけないか。ごめんなさい。
それは本当ですか？ええ、間違いありません。見ない客が垣内サービスエリア内で刺されました。出血多量で現在危篤状態です。